平成29年9月10日、阿蘇市の阿蘇神社門前町商店街と内の巻商店街の2会場で、第4回阿蘇よさこい復興祭りが開催され、多くの人で賑わいました。阿蘇市内の巻の内の巻商店街のメイン会場では、佐藤博文実行委員長が挨拶して、阿蘇よさこい復興祭りがスタートしました。この阿蘇よさこい復興祭りは、平成24年の九州北部豪雨災害の復興を願って始まったもので、熊本地震を経て今年で4回目となります。今回は九州各地から46団体およそ500人が参加して盛大に開催されました。最後に地元阿蘇市を拠点に活躍している阿蘇こいカルデラチームが登場。会場からはひときわ大きな手拍子が上がっていました。その後、全チームが参加しての総踊りで第4回阿蘇よさこい復興祭りはフィナーレを迎えました。